ニュースをお伝えします。偉大な金正恩総書記の普及の著作、社会主義は科学であるの発表24周年に際して、著作の全文が2日、ロシア極東地域、キム・イルソン・キム・ジョギ主義研究会のホームページに載りました。3日、ギニアのコナクリで、民主主義、自主発展に関するアフリカ地域知識層討論会が行われました。会場には偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンウン総書記、敬愛する最高指導者キム・ジョンウン委員長の普及の著作と、父思想の旗のもと力強く前進する共和国の誇らしい現実を紹介する本が展示されていました。アフリカ地域父思想研究委員会書記長と理事であるナイジェリアキム・イルソン・キム・ジョンウン主義研究全国委員会委員長、ギニアキム・イルソン・キム・ジョギ主義研究全国委員会委員長、そしてアフリカ民主連合ギニア民主党書記長代理など各国と地域の各界の人が出席しました。討論会では祝辞が述べられ発言がありました。発言した人たちは、キム・イルソン主席が創始した不滅の父思想は自主性の実現と新しい社会づくりのための人民大衆の戦いの前途を照らす不滅の指針だ、父の旗を変わりなく掲げている金正恩委員長の正しい導きと金正恩委員長の周りに固く結集した人民皆の一致団結があるので、朝鮮は誰も手出しできない不罰の強国として名を馳せている、こう述べ、参加者皆がこれからも主思想を示す道に沿ってアフリカ地域の自主性を実現するため力強く戦うことを呼びかけています。討論会では金正恩委員長に送る手紙が採択されました。世界が偉大な母なる党、栄えある朝鮮労働党を高く称えています。ポーランド朝鮮民主主義人民共和国探求のための国際親善発起という団体は声明で、朝鮮労働党は母が子を見守るように人民を温かく顧みる母なる党である、これは金日成主席と金正恩総書記、金正恩委員長の卓越した指導の結果であると述べました。父思想研究エチオピア協会会長は、金正恩総書記は朝鮮労働党を正しく導いて、党が誰のために存在し何のために戦うべきかを世界のすべての進歩的政党に示したと述べました。ギニアキム・イルソン農業科学研究所副所長は、人民の運命と未来を責任持って見守る朝鮮労働党を朝鮮人民は母なる党と呼んで慕っていると述べました。ロシアのホームページグリフォンプレス知事には、朝鮮労働党の金正恩委員長が党を人民のために滅私奉仕する真の母なる党に発展させているという内容の文が載り、クウェートの新聞タイムズには、朝鮮労働党が人民の絶大な支持と信頼を勝ち得ているのは、党が人民のために献身的に尽くす母なる党に作られたからだという内容の記事が載りました。アンゴラ解放人民運動ジャイリッシュ委員会副委員長は、人民皆が運命も未来も全て預けている朝鮮労働党の正しい指導があって、朝鮮人民は敵対勢力の押しつぶし策動にもびくともせず自信満々と進んでいると述べました。8日、在日本朝鮮青年同盟中央常任委員会パク・オクサム副委員長を率いる朝鮮総連新世代活動家代表団がクムスサン太陽宮殿を訪れ、偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンウン総書記に敬意を表しました。朝鮮の機械工業部門の各工場企業で国家経済発展5カ年戦略の目標達成のための増産運動が力強く展開されています。テアン重機連合企業所では、年間工業総生産額の計画を超過達成した勢いで、各地の火力発電所の生産正常化に必要な各種設備と部品も適時に生産しています。
機械工業省全体で一番先に年間人民経済計画と使用率計画を繰り上げて達成した安住絶縁物工場と孫春岩電気工場、平壌326電線工場でも生産で右肩上がりの成果を達成しています。今年のトラクターの生産課題を16ポイント上回って達成した春村号トラクター工場では、来年のトラクターの生産に必要な素材の生産と部品の加工を先行させています。市町精密機械工場、県村大師工場、区村工作機械工場など機械工業部門の工場企業でも生産を増やしています。祖孫のオムユンチョル選手が2018年国際重量挙げ連盟世界重量挙げ選手権大会男子55キロ級で選手権を獲得しました。オム選手はスナッチとジャーク総合で優勝し、3つの金メダルを獲得しました。これでオム選手は世界的な女子柔道の強豪として名を馳せたケイスミヒ選手に次いで祖孫の2度目の40世界チャンピオンになりました。オム選手は2013年、2014年、2015年の世界重量挙げ選手権大会男子56キロ級で3連覇を果たし、世界を驚かせました。分けても2015年大会のジャークで171キロを成功させ、1年前の第17回アジア競技大会での自分の世界記録170キロを塗り替えました。第30回オリンピック競技大会での優勝当時もジャークで体重の3倍の168キロを成功させ、オリンピック記録を塗り替えました。キム・イルソン・金正恩主義青年同盟中央委員会第9期第8回総会拡大会議が8日平壌で行われました。青年同盟中央委員会委員と委員候補、青年同盟の活動家が出席しました。会議では基礎教育を同盟活動の中心として捉え、青少年の教育をさらに充実させるための青年同盟組織の課題が討議されました。会議で発言した人たちは、青年同盟の活動家皆が敬愛する最高指導者金正恩委員長の青年重視の思想と指導に忠実に従い、栄誉ある責任と本分を果たすことについて強調しました。会議では決議が採択されました。祖孫赤十字会中央委員会ペクヨンホ執行副委員長率いる祖孫民主主義人民共和国赤十字会代表団がフィリピンで行われる国際赤十字赤親立者連盟アジア太平洋地域大会に参加するため8日空路平壌を立ちました。国際テコンドー連盟のチェ・ホンジ元総裁の誕生100周年記念行事に参加するため訪朝する中国、ロシア、カンボジア、ドイツ、マレーシア、スウェーデン、イギリス、インド、カナダなど各国のテコンドー人、武道関係者、海外祖孫人テコンドー人が8日空路と列車で平壌に着きました。南朝鮮の連合ニュースによりますと、5日ソウルで6月15日共同宣言実践南側委員会言論本部、民主化実践家族運動協議会、進歩連帯など各階層の団体とセオロゴ賛美の遺族の参加のもと、朝鮮半島の平和実現のための市民団体平和の道が発足しました。以上でこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当はカンソニでした。こちらは朝鮮の声放送です。そうそうたる青年科学者、科学で飛躍し教育で未来を保障することについての祖孫労働党の意図通り、祖孫の科学者は科学研究に全身全霊を打ち込んでいます。
国家科学院の機械工学研究所の研究室主任チョ・ヨンチョルさんもその中の一人です。チョ・ヨンチョル主任は先端医療設備である人工水晶体加工設備の研究と製作で中核的な役割を果たした30代の青年科学者です。チョさんはチャガン道ソンガン郡の山奥に生まれ育ちました。国のおかげで無料で英才教育を受け、思う存分才能を伸ばしました。希望が叶って科学技術の根幹を育てる原子場ともいえるキムチェク工業総合大学に入学したチョさんは、教材や参考書にとどまらず現場での科学技術の研鑽に関心を払い、専攻分野の実力を地道に磨きました。早くも大学院生時代に新型工作機械の主軸を新しく設計し、全国的なプログラムコンテストでも優勝しました。大学院を経て機械工学研究所に配置された著さんは、先端機械設備開発のパイオニアになる抱負を胸に探求を重ねました。奇抜なアイデアと燃えるような情熱で育苗場の近代化のための設備をハイレベルで製作し、人民経済の主体化、近代化の実現に役立つ価値ある研究の成果も次々と出しました。研究所では新進気鋭の科学者を信じ、人工水晶体加工設備のような先端医療設備の開発プロジェクトも一任し、極力助けました。その信頼と支援の中、チョ・ヨンチョル主任と研究チームはなおさら発奮し、制御機械研究所の科学者と協力して先端医療設備の研究と製作に成功しました。先端医療設備を開発した青年科学者チョさんは今、より高い目標を立てて鋭意努力しています。チョ・ヨンチョル主任のお話です。저는앞으로세계적인경쟁력을가지는첨단기계설비들을더많이연구제작하려고합니다。これから世界と渡り合える先端機械設備をもっと多く研究し製作するつもりです。その道で著存の青年科学者の使命と本分を全うしようと思っています。そうそうたる青年科学者をご紹介しました。日本特有の小賢しく癒やしい田さん、先日日本で拉致問題担当省を兼任した内閣官房長官菅がマスコミのインタビューに答えて、どんなに些細な機会も逃さない、拉致問題に終止符を打つために最善を尽くすなどと見栄えを張るような発言をしたといいます。首相安倍も菅の任命の際、些細な機会も漏らしてはならないと言ったといいます。これを通して最近日本反動勢力が何としても拉致問題を前面に押し立てて国際社会の注目を集めようと躍起になっていることがわかります。これまで日本反動勢力は折に触れて拉致問題を持ち出し、これを国際的な問題にしようと騒ぎ立てました。時と場所外れの拉致問題云々に多くの国がうんざりして建築を食わせたもののとても必要です。それでいわゆる拉致問題担当省の任命の時もまたもや拉致問題を持ち出したのです。これは日本特有の小利口で卑しい打算からのものです。日本は国際社会が認める特大の反人民の犯罪国です。旧日本軍性奴隷犯罪をはじめ、20世紀日本が朝鮮をはじめアジア諸国の人民を相手に働いた数々の血生臭い罪はマイクにとまがりません。過去日本帝国主義によって不幸と苦痛を強いられたアジア諸国の人民はもちろん、欧州と日本の同盟国だというアメリカまで日本の核生産を強く求めています。困り果てた日本は自分に向けられた国際社会の厳しい目をそらすため拉致問題をやかましく運営しているのです。善意もわきまえない政治の歪人の卑劣な信号だと言わざるを得ません。拉致問題においても
軍は朝鮮人民に拭いきれない罪を犯した国です。旧日本軍性奴隷の運命を強いられた20万人の朝鮮人女性と侵略戦争の玉よけに駆り出され、旧世そのままの奴隷労働をさせられた840万人以上の朝鮮の青少年が、他ならぬ日本帝国主義によって強制連行、拉致誘拐されて計り知れない不幸と苦痛に遭いました。拉致問題の最大の被害者は朝鮮人民であり、最大の犯罪国は日本です。日本が言うほどもなすべきことも知らずに、今のように拉致問題で自分の血生臭い罪を覆い隠そうと企んでいるようでは、いつになっても道徳的に低劣な政治の歪人の汚名を進むことができないでしょう。日本特有の小賢しく卑しい打算、交代してお話ししました。